全国の支援者の皆さん、こんにちは。日本国民党代表、葛飾区議会議員の鈴木伸之です。今日はですね、このFUMA、日本食品機械工業展ビッグサイトです。ここお台場です。ビッグサイトにやってきました。実は毎年この食品機械工業展には来ています。来てね、日本の最先端の技術、産業用ロボット、食品機械の技術を見てます。お寿司をね、まさに無人で握ったり、それからお菓子なんていうのももう人の手はいらないんですね。箱はね、一瞬にして組み立てられて全部機械ですよ。一つの紙が箱になってポーンと出てきます。これも一瞬の出来事でした。こういう最先端技術でね、まさに AI 精進化というよりも無人化の時代が今来てます。この間実はお醤油工場もね、視察してきたんですけど、かつて1000人いた現場で今人がゼロですからね。これが今の日本の技術の最先端技術の実態です。今日この現場の最先端のね、食品機械、いろいろな野菜から、お菓子、パン、それからお肉も試食してきましたけど、こういう食品機械の最先端技術を見ていると、外国人労働者もね、いつまで必要なのかなというと、私は非常にクエスチョンマークを、つけてしまいます。まさにね、これから日本は、人がいらない、作業員がいらない、食品の機械の現場というのが今現実にもう進んでますのでね、外国人労働者も新しい目でね、この問題を見ていかないと、解決方法、人手不足の解決方法を間違えてしまうんじゃないかなというふうに、私鈴木伸之は今日感じました。今現場からリポートさせていただきました。以上です。